次は右。うん、問題なさそうだね。でも気をつけた方がいい。わかった？うん、わかった。ところで師匠、まだ今日の巡回ルート図をもらってないけど。今日は遠いからついてこなくてもいいよ。それにあいつらがまたルート上に現れるかもしれないしね。私も神の目を持ってるのに全然役に立ててない。そんなこと言うなよ。それは君が今考えるべきことじゃない。君たち来たの？体の調子はどう？そうそう、ここに残るって決めたからにはオイラたちも役に立ちたいんだ。君たちって暇に耐えられないタイプなの？ま、じゃあ今日はコレイとガンダルバー村の南側を見回りしてきてもらおうかな。もし体力に自信があるなら七天神像の掃除も任せていい？ティナリさん、俺たちは準備できたよ。すぐ行く。僕たちは先に森に入るから、あとはコレイから聞いて。うん、私に任せて。コレイ、今日は何をするんだ？さっきティナリは七天神像の掃除って言ってたよな。レンジャーがそんなことまでするとは思ってなかったぜ。うん、実はレンジャーがやることの範囲って結構広いんだ。道路状況の確認や森林施設の整備、火災予防に旅の人や住民たちの手助けとか。師匠はウリンにある危険なエリアの処理もしてるよ。とりあえず道の街灯を確認しながら七天神像まで行こう。ファイモン、旅人、こっちだ。私が街灯を確認するから、近くに異常がないかどうか見てくれるか？2つの明かりは問題なし。さあ前に進もう。あ、これちょっとぐらついてるな。メモしておこう。よし、この明かりも大丈夫。七天神像はあの巨大な岩の上だ。お前たちもこの道を通ったなら気づいたんじゃないか。ちょっと高いよな。登るのがきつかったら無理しなくていいよ。師匠は気にしないから。そうか、じゃあ任せる。心臓の周りのスペースは少ないから気をつけて。オイラも一緒に行くぜ。高い場所を掃除してやれるしな。ところでこれいい、創神ってどんな神なのか知らないか？それってマハルッカ・デバータのこと？それともクラクサ・ナリデビ？おえ、マハルッカ・デバータ？あ、もしかして前の創神の名前なのか？そうだよ、マハルッカ・デバータはスメールの初代創神様だ。彼女がウリンを作り、砂漠の防砂壁を置いてくれたおかげで、みんな平和に暮らせるようになった。スメール人にとって、彼女は知恵と博愛、全能の象徴だよ。でも、彼女は何百年か前の災いで、
姿を消しちゃったんだ。その後、賢者たちが新しい宗神様を見つけて、彼女をスメールに迎え入れたんだって、師匠からは聞いた。神が再び降臨したことを祝って、賢者たちは彼女を、クラクサナリデビと呼んで、スラサタンナ聖書に住まわせたんだ。うんうん、それで？それから、あとはよく知らない。お前も知らないのか？もしかしてコレイはスメール人じゃなかったり？いや、私はスメール人なんだけど。オイラたちは赤の他人だし話しにくいのか？もしそうだったら気にしなくていいぞ。いやいや、違うんだ。隠すつもりはないよ。それに、お前たちは私にとって、赤の他人なんかじゃない。お前たちも、アンバーのことは知ってるだろ？おい！それってまさか。そう、そのアンバーだ！以前、モンドにしばらく留まってたことがあるんだ。その頃、私はアンバーにいろいろ助けられて。彼女が私を変えたと言っても過言じゃない。アンバーは本当にすごいよ。日々の暮らしへの愛に満ちていて正義感が強いんだ。行動力はもちろん思いやりにも溢れていて、いつも人のため炎みたいに輝いてる。私から言わせれば彼女ほど偵察騎士に適任な人はいないよ。だってモンドに足を踏み入れるほとんどの人は最初にアンバーに出会う。彼女の熱意に触れてあの土地を好きになるんだ。偵察騎士の仕事はそれじゃないだろうっていつも思ってたけど、お前が本当にアンバーを好きなことは十分感じ取れたぞ。ごめん、変なこと言っちゃって。ひひ、気にするなよ。お前がアンバーの友達だって分かってなんだか親近感が湧いたぜ。でもなんでオイラたちがアンバーと知り合いだってことを知ってるんだ？ああ、実はスメールに帰った後もアンバーとは手紙でやり取りしてきたんだ。手紙にはモンド城が飛竜に襲われた時、金髪の旅人と空飛ぶ仲間がその危機からモンドを救ってくれたこととかも書かれてた。だから昨日はお前たちを見た瞬間すぐに分かったんだ。でもあの時は旅人が昏睡状態から目覚めたばかりだったから言わないことにした。そうだったのか。ああ、だから安心してくれよ。お前たちのことは絶対信じる。宗神様のことももっと教えてあげたいところなんだけど、長い間スメールにいなかった上、本とかもあんまり読めてなくて。ごめん。大丈夫だ。さっき教えてくれた情報はすごく価値のあったものだったぞ。何しろオイラたちはマハールッカ・デヴァータやスラサタンナ聖書すら知らなかったからな。少しでも役に立ててよかった。でもどうして宗神様の情報を知りたいんだ？そうだったのか。教えてくれてありがとう。そうかしこまるなよ。オイラたち友達だろ。よし、それじゃ上で心臓をきれいにしようぜ。うん、よろしくな。私はそこの雨よけテントを確認しに行くから、終わったらここら辺で落ち合おう。今までよく見てなかったけど、この神様小柄だぞ。これはマハールッカ・デヴァータなのか、
クラクサなりデビなのか。お前、うん、そうかもな。この心臓結構古そうだし。まあいっか、きっとこの辺の情報もそのうち手に入るよな。さあ、心臓をきれいにしようぜ。オイラが飛んで上の方を拭くから、お前は下の方を拭いてくれ。心臓もきれいになったし、降りてコレイと合流しようぜ。登ったり降りたり大変だっただろう。水と食べ物も持ってきたから、ここでしばらく休憩しよう。やったー、どんな美味しいものだ。いいじゃないか、コレイはもう知らないやつじゃないんだし。それに食事をする人間の熱意は料理人に対する一番の称賛だぜ。今日はレンジャーがよく食べるピタっていう携帯食を持ってきた。口に合うかどうかはわからないけど。あ、やばい、落ちちゃったぞ。平気平気、油脂で何重にも包んであるから中のピタは汚れたりしてないはずだ。はぁ、あ、焦ったぜ。これ、うまいぞ。うん、これって料理の腕がいいんだな。油脂で包んであってよかったぜ。じゃないと、オイラは心が痛むあまり眠れなくなるところだった。それは大げさだろ。でも、そんなに気に入ってくれたんなら、今度レシピを書き写してやるよ。コツも書いておくから安心してくれ。すぐ覚えるよ。ありがとな、コレイ。お前みたいに真面目なやつでもうっかりしちゃうことがあるんだな。まあちょっとな。でもティナリは厳しすぎるんじゃないのか。物にも触れさせてくれないなんて。オイラだって飛んでるときたまに机の上にあるものを倒しちゃうけど、こいつは絶対にオイラを責めたりしないぞ。要するに誰にだってうっかりすることくらいあるんだ。いや、そうじゃないんだ。お前たちも師匠と長く付き合えば本当はいい人だってわかるはずだよ。師匠はある古くて神秘的な一族の手だって先輩に聞いた。一族の人たちはみんな頭が切れて、ほとんどが人嫌いらしいけど、師匠はとても温かくて親切な人だ。そうだ、氷霊院って聞いたことないか。なんとか派ってやつ。とにかく師匠は植物に詳しいだろ。それで学院の賢者は何度も手紙を送ってきて、氷霊院で働かないかって師匠を誘ってた。でも師匠はスメールシティは騒がしくて耳に悪いって理由で断ったんだ。だろ。でもその手紙を読んだ賢者様はきっと怒ったと思う。氷霊院にだって行けたはずなのに、師匠はレンジャー長を選んだ。毎日森の住民を助けたり、部下たちにいろんな知識を授けたりしてきたんだ。ピタの作り方だって師匠に教えてもらったんだよ。本当か？それは予想外だったぜ。そういえば昨日、気を失ったお前を見つけた後、あいつは何にも疑わずに治療してくれて、ガンダルバー村まで運んでくれたのもティナリだったんだよな。んー、けどやっぱりあいつのことはちょっと気に入らないぜ。だってあ、ああ、
師匠が悪かったかも。あの時パイモンがどうしようこいつ死ぬのかってわめき続けてたから、どんなになだめても無駄で、師匠怒っちゃって。おいお前笑うな、お前のことは心配してたんじゃないか。おい、なんでこれまで。うわー、ムカつく。ふん、お前たちの頭を鳥の巣にしてやるぜ。私に触んだ。コレイ、そのごめん、オイラそんなつもりじゃ。は、私は今、いや、そうじゃない、そうじゃないんだ。コレイどうしたんだ、大丈夫？あ、うん、平気だ、もう大丈夫。本当にごめんなさい、びっくりしたよな。そうだ、そろそろいい時間だし、早くガンダルバー村に戻ろう。師匠たちももう帰ってきてるはずだ。今のは何だったんだ？これ大丈夫かな？足が速すぎてもう見えなくなっちゃったぞ。旅人さん、君たちも戻ってきたんですね。こんばんは、コレイを見かけなかったか？コレイならさっき部屋に戻るのを見ましたよ。そっか、どうやら今日は無理みたいだな。また明日にしようぜ。